どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の、井ノ島善治六ヶ月です。よろしくお願いします。すいません。ちょっとこの後ね、バイトがあるんでね、ちょっとノー編集でいきます。今ね、えっ、ー、と、ツイッターのスポーツ放置さんの絵サイトを見たらですね、中日ドラゴンズドラフト1位公言しました。その選手はですね、エネオスの渡来隆希選手です。まさかの、野手をドラフト1位指名。そして外野手ですね。いやーね、 私の予想外れましたね。私はね、今年は外野手の1位指名はないと言っていたんですが、まさかの左バッターの外野手を指名してきましたね。まあやっぱりね、中日ドラゴンズは、 今年はですね、とにかく頻打線に悩んだ。だからですね、ここに来て、渡来選手をドラフト1位で指名をして、まあ、来季のクリーンアップ候補の選手として、まあ1位で指名をしたと思っているんですよね。まあ、渡来選手が確かにドラゴンズにね1位で入団すれば、3番渡来選手、4番細川選手、5番石川昂也選手、まあクリーンアップがね、えー、3枚埋まるんですよね。そして 中日ドラゴンズってね、今ね、あのー、左打ちのねスラッガータイプがいないんですよね、これ何度も自分の動画で言ってるんですけどもね、左打ちのスラッガータイプはですね、えー、高橋周平選手ぐらいしかやっぱ思い当たりませんよね、まあ、あと左打ちって言ったら大島選手とか、あとまあ三好選手になってしまうんですかね、あと宇佐美選手かな、まあそうなってくると確かにね、1人は。 左打ちのスラッガータイプが欲しい。まあそうなってくるとまあ1位にですね、渡来選手を指名するのは私は賛成だと思っていますが、正直言うとね、ピッチャーを指名して、外れ1位で、まあ渡来選手をね、指名してくるっていうふうに予想をしていたんですよね。まあまさか渡来選手かってちょっと正直自分驚いていますね。まあ渡来選手に関してはですね、まあ、 単独1位指名はできるかもしれませんね。まあ野手をね、今のところ1位で指名してくる球団は、 多分ないと思うんですよね。まあ、他に1位指名だったら、明治大学の上田急斗選手をね、ドラフト1位で指名する球団はあると思いますが、まあ、エネオスの渡邊選手をですね、ドラフト1位で指名する球団は多分あっても1球団ぐらいだと思うんですよね。まあ、多分、多分競合しない。で、競合をしたとしても2球団だと私は思っていますね。でもね、まだ問題ありますよね。 それはですね、ドラフトにもしくはね、ハズレ1位は誰を指名するこれになってきますよね。まあ、ズレ1位だったら、まあ、今年は即戦力投手が豊作な年なんで、まあ、私の外れ1位の予想は、東輪横浜大の小茶選手とか、まあ、もしくは地元名城大学の岩井選手で、まあ、もしも、もしも余っていたら、私の一押しの、 えーっとですね、大阪桐蔭の前田優国もしくは地元でしたら、高校生のですね、東松海生くんを指名してくると思っています。で、まあ、スポーツ報知者の情報によりますと、名城大学の松本亮斗選手もですね、まあ上位指名するっていう報道があったねまあワンチャン でもしかしたら松本亮斗選手をドラフト1位で指名する可能性があるかもしれませんね、まあ、高校生の指名もあるかもしれませんねもしかしたら、まあ、やっぱりバッティングを何とかしたいって立浪監督は言ってるから広陵高,高校の真鍋啓太選手をね ドラフト1位で指名するかもしれませんね今のところドラフト1位はですね、ENEOS の渡来選手、そしてドラフト2位はさすがに即戦力ピッチャーでいくのかなって私は思っていますね。で、まあ、渡来選手がね、単独で1位で取れたら、まあこれは大成功だと思います。そしてえ即戦力投手をドラフト2位。で、ドラフト2位以降はですね、投手重視にして、あとはですね、まあ、キャ チャーをね1人取って、で即戦力のない野手を、ね、1人獲得できればいいんじゃないかなって思っていますね。まあさすがにね、ドラフト1位で野手を指名して2位以降でまた外野の,外野の選手を取る。 ってことはまあ多分ないと思うんですよねまあ、だから最終的に私の予想はですねドラフト1位はですねエネオスの渡谷選手ドラフト2位で,ですね即戦力投手そしてドラフト3位でもねまあ即戦力投手もしくは高校生投手をね獲得するんじゃないかなと思っていますねちょっとすいませんえー、っとですねほぼノー編集でお送りしました明日のドラフト会議楽しみですね 私はですね、明日の10月26日、16時45分からですね、生配信をします。皆さん良ければ見に来てください。どうもありがとうございました。すいません。急ぎでごめんなさい。失礼します。